グーニーズワンチャンネルをご覧の皆様、いつもご視聴いただき誠にありがとうございます。動画担当のウィジです。本日もグーニーズワンの一日を皆様にお伝えしたいと思っております。はい、今日もグーニーズワンの一日をですね、こちら動画の方に撮りたいと思うんですけど、早速また渋いジムに拓郎さん、早速いいジムに発見しておりますか。こちらはJA71。 うわー、ちょっと正面から撮っとこう。味ですね。うわ、珍しい。 JA71。 うわー、 JA71、 このスペースが、車内スペースが広いのがものすごくかっこいいですね。今日はショートバスケット組み上げ。じゃあ今からショートバスケット組み上げお願いします。はい、これ、はい、マイクどうぞ。あ、マイクですね。はい、マイク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 、OK。 はい、じゃあ、ショートキャリア作っていきますね。はい、まずソースタードですね。こちらが今回のショートバスケットのパーツになります。はい、使う工具はですね、まずこの10ミリのボックス、まあ10ミリですね、と、まあ、同じ10ミリの、ギアレンチと、あとは、六角の、六角のレンチですね、と、長さ測るので、スケール、まあ、これだけあれば十分組み立てれます。はい、いいですか。じゃあもう組み立てていきますね。まずもうつないで、接続していきます。これも前回のユーフラクト同じ、そうですね、もう、容量は全部一緒です。ほとんど変わりなくですね。はい、では、対角に組んだ後にちょっと注意しておかないといけないところなんですけど、このプレートボルト、これを、下段プレートを組むときに入れないといけないので、まず、対角に組んだ後、つなげる前にプレート2つ入れてます。ちょっとこれを忘れるとまた、バラさないといけなくなるので気をつけてください。まあ、このように2つ入ります。で、入れて、同じように組み立てていきます。先ほどと同じようにつないで組み立てていきます。はい、では先ほどの外枠を裏返しにして、
で、この補強プレートを止めるために先ほどのプレート付きボルト2つを入れたんですね。この C のナットで、先ほどの補強プレートを取り付けていきます。まず、仮止めなので、補強プレートと仮止めで止めていきますね。全部の長さが、ここで93ですね。内側の全部の長さです。93、はい、を、3等分にして、93なので31で、反対側も、こちらから測って31ですね、はい、そうですね、もう、この位置で決めていいので、決めたらしっかり締めてください。はい、で、これを取り付けしていきます。そうですね、この時に取り付けする時に、フットを外側、一番外側に、張り出して止める。そうすると、後で、キャリアを乗せた時にちょうどいいところに、なりますので、そこだけ気をつけてください。はいはい。あら、どこ行くんですか、羽黒くん。どこ行くんですか。あ、どうです。いらっしゃい。もうちょっと気の利いたことが言えませんかね。はい、これで全部フットを取り付けました。せっかくご飯買いに行くやったら自分で行こうや。ねえ、黒ない。お、なんで。あ、そうだ、車ない。ご飯も大事やもんね。腹が減ってはなんてやらですからね。え、はい、では次は上段のラックを作っていきます。一応こう作る形を作ってみます。はい、では接続していきます。まだこっちも先に入れておきます。で、こちらはブロックが2つ入ります。こう先ほど組んだところに、接続します。はい、では初めに作った、下段のラックを表側にひっくり返します。はい、この上に、先ほどの上段のラックを、接続します。で、接続するためにまず、こちらの方の穴から、プレートボルト、これですね、を先に入れていきます。まず横は1つなので1つ、縦に、2つずつ、と入れるところは一番端のプレートにボルトを入れていきます。
そのボルトを入れたところにブロックが入りますね。で、先ほどの長段ラックを上に乗せます。で、ブロックは合わないのである程度の位置を動かして、ここは真ん中で、1個なので真ん中で、まあ、簡単にスライドするんでこの位置を合わせていきます。で、先ほど入れたボルトと、接続していきますね。で、あとはナットで止めていきます。はい、これが丸型フックプレートですね。これを、取り付けていきたいと思います。で、これは取り付ける位置は決まっていません。取り付けしたいところにもうここの穴からプレート付きボルトを2つ入れてもらってフックプレートをもうどの位置でも止めれますので、もう好きな場所に入れてもらって、今回はちょっと均等に、端に2つずつ入れていきたいと思います。物を動かなくするために、まあ、位置はどこでもいいんですけど、取り付けすると、荷物が動かなくなるという、まあ、アイテムですね。はい、固定しました。これ完成ですね。はい、こちらがロングになります。こちらシルバーの方ですね。で、こっちのベージュについてる方がショートになりますね。ロンク。どういうつもり？こちらジムニースタイルさん。いやー、頑張ってる甲斐がありますね。いやいや、もうこんなところでもっと写真なんか撮ってもらってですね、もうほんと。ジムニースタイルね。よし、働いていこう。